なかなかクローンが見つからないなんて一体どういうこと？あんなにたくさんクローンを作ったのにどうして？ひょっとしてフリーザたち？まさかこの短期間でここまでクローンを倒すとはね。あいつらがクローンを全滅させられる前にもっとたくさんのお菓子を作らないと。おいフリーザ、いつまでこんなくだらんクローン狩りを続けるつもりだ。まあクローンを倒すこと自体は無駄じゃないだろ。地球のみんなへの被害も抑えられるしさ。だが元凶である21号を倒さん限りいつまでたっても終わらんぞ。心配しなくてもクローンを始末し続けていれば必ず姿を現すはずだ。セル、なんかそう言い切れるっちゅうわけでもあんのか？21号は人間やクローンを菓子に変え食べることでエネルギーを吸収している。しかしその強さゆえ波のものを捕食しても、つまり戦闘力が高いもの以外は捕食対象にならないということか。求めるのは良質な戦士のみ。そしてあの様子から察するに奴は捕食衝動をそう簡単に抑えられん。食うべきクローンがいなくなれば必ず私たちを。私も同じ意見です。出会った頃と今の21号では強さが桁外れです。短期間のパワーアップを可能にしたのはクローンを捕食したせいでしょう。まあそれでもあの女は不満だったようですがね。時間が必要ですが、あの女はいずれ私たちの前に現れます。必ずね。21号はどこまで強くなってんかな。ちょっと嫌なやつだけど戦えるって思うとワクワクすんな。ふん、貴様の出番はないぞカカロット。21号は俺が倒す。そりゃねえぞベジータ。だったらじゃんけんでどっちが先にやるか決めねえか。お前たちに順番など回らん。21号は俺が倒す。だったらセルよ、おめえも入れて3人でじゃんけんだ。やれやれ、こんな大変な時に戦う順番で揉めるなんて、いつもながら心強いよ。だがそうと決まれば残りのクローンも始末するぞ。
Yeah!
Fire!
せてくれよ。レッツゴあなたが二人のサイヤ人の合体した姿だということは分かりました。問題は誰と誰が合体しているかということです。俺はゴテンとトランクスが合体した姿があって、もう知ってるだろ？そういうことを言っているのではありません。もう一人の顔に見覚えがありましてね。あの顔、間違いなく私を切ったあの男の血縁でしょう。そんなことしたやつがいるのかよ。しらじらし、とぼけてかばおうとしても無駄です。あの男に私が復讐を果たすべき相手、この手で。そんなこと言われても知らないよ。おお、自分の命を捨ててでもあの男を守りたいのですか。守るも何も、そんな人のこと俺知らないもん。ん？本当に知らないんだって。ま、今はいいでしょう。物事には人類というものがありますし、まずは目の前の敵を倒し、それから21号を亡き者にする、サイヤ人を全滅させる、それからです。あなた何をぼさっとしているのです。さっさとあの目障りな連中を倒すのです。さもなくば今すぐこの場で決します。Okay.
Get ready!地球ごと消えてなくなれ！